はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ、最終編に向けての仕込みですね。まずは原始編でこのキングマンモーを倒していきたいと思います。で、キングマンモーはめちゃくちゃ回避率とかが高いので、まずは状態異常にする。グーグーで眠らせよう。ヒットポイント992。寝ろ。寝ない。火炎放射63。これはまあ大丈夫なんだよね。で、もうゴリさんはボインビーナスでひたすら回復を任せる。寝てくれ。いや、ミスった。大爆発、これが厄介。183、まあ、ダメージもそうなんだけれども、地形が火炎になって、キングマンモーがね回復しちゃうんだよね。216とかで、そのためにビリビリ巻き菱を一応5つは持ってきてあるんだけど、どうだろうか。7、まあ、ダメージは期待しない。で、電撃で32、火炎放射はまあまあまあ耐えきれるでしょ。だからまあまずはもう寝かせなきゃ話にならん。ゴーゴー。89、よし。このボインビーナスのバフがかかってるな。鼻むち、うわやばい、キャンセルされた、最悪だ。これまずグーグーで49、あ、バフが消えてるからか。とはいえちょっとドデカだな。ここは回復を優先させよう。回復量は大丈夫で、大爆発で、まあ、ダメージ食らって、最悪、これ最悪だな。やっぱりビビリ巻き足りるか。まあ、このミスっても最悪しょうがない。で、ゴリさんがだからボインビーナス頼む。あざい。で、グーグー、もうこのパターンだよ。まず眠らす、とにかく。よし、寝た。寝てくれれば。よし、回復の祈りが入って、今度は麻痺させたいんだよね。よし、地形ダメージ入って、で、グイグイで、麻痺さえ入れば頼む。入った。で、一応ちょっともう一回ボインビーナスかけて、レベルをね16まで上げたんで、ほぼこのドデゲスデン、いけ。で、麻痺だからね全弾ヒットするはず。654、能力は下がるけどしょうがない、回復の祈りでなんとかしてくれ。よし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 、なんかが下がったまんまだけど、これで、ただもうね、このドデゲステンが入るかって言ったら入らないから、寝かさないと、もうほぼミスだから。状態異常が重要。あ、ミスった。ただ雷撃ダメージがある。どうする、やつが溜め始めてんな。硬い石とか投げて意味あるか。どごどご。いや、なんか変顔で惑わす。これいけ。うご、当たらん。大噴火、普通にボインビーナス待機させときゃよかった。よし、とりあえずただ撃てるな。あと何個、あと3つある。どこに撃てばいい、ここだな。電撃ビリビリ、まあ、これは別に当たらなくていい、しょうがない。よし、地形ダメージはなし。で、ボインビーナスちょっとかけ直そう。
電撃、あと何かが、こっち来た、こっち来ると電撃があれだけどな、グーグーで39割ったんじゃねえ、ミスってる、最悪、72の回復か、グーグーいけ、56、寝た、よし、で電撃からの回復の祈り、これはもう来たな、次保護に出番が回ってきて、で寝てるとき衝撃だけしか入らないから23だったらこれでいけるでしょう、ずっと電撃ゲゲゲームやべやべ回復されてきたよ、でちょっともう慢心しない、ちゃんと回復も入れておく、156OK、 いや強い、で回避率が半端ないから攻撃が当たんないっていうのがきついよね、まあ、その分状態異常を入れて、状態異常が入ってる状態だと命中率 100% になるから、うん、経験値はまあまあ、で獲得アイテムはなし、なんかコーラのなんとかを落とすみたいなんだけど、まあ、ちょっとそこまでは粘らず王者の牙を手に入れましたので、まあ、一応これを装備するか、まあ、攻撃系だね、せっかくだから装備しておこう、なんかある、おお、状態異常向こうかなりいっぱいあるな、耐性も結構あるし、よし、じゃああとはクリアするだけなので原始編はこれで終了します、あとは幕末編おぼろ丸ですね、ゼロ人切りをやりたいんですけれども、まあ、ゼロ人切りってあんまり戦闘シーンがないんで見どころが少ないのでサクッといきましょう、それでは魔人龍之介倒してこの剣を手に入れましょう、レベル1だけど倒せるらしいので、サラン、死ぬのは貴様だ、ボスの音楽か、魔人龍之介で123で向き変えておびき寄せて、で左に2歩動いて後ろ取って忍び切り、ごめん、32で1歩離れて近寄らせてまた後ろを取って忍び切り、で一歩離れて近づいてきたらそのまま後ろを取って切る、これの繰り返し、一回20から30くらいか、でヒットポイント1000いくつあったよね、1159なんだけど、まだあとはただの繰り返しなんで、うん、まあ倒すまでスキップしちゃいましょう、最後切って背中を切る、忍びだからね全く問題ない、終わりだ、魔人龍之介、いかに強敵といえども背後を取ればこんなものよ、どうだ一方的に切られる者の気持ち、レベルアップ、精進あるのみ、これ一気に2レベルとか上がんないからね、よし、村正ゲット、早速装備しよう、村正攻撃力40、めちゃくちゃ強い、なんか手に入れたな、これとこれか、装備は揃ってきた、ではまた誰も切らず、あそう、こいつは別に一人斬りとかにならないから、では蔵のレベル上げ、こいつを倒してレベル9ですね、まあ、人玉は水遁の術で一撃で倒せるんで、レベルが上がるまでずっとこの作業の繰り返し、許せ、さあこれで9になったので、かまいたち、まあ、ここまで覚えたら先へ進みましょう、
金の音が鳴った。密命など捨ててしまうか。そう、これ逃げ出すこともできるんだよね。うん、抜け人となってしまうが。うん、追っ手がかかるであろうが。それでもこんなところやだ。かくしてエンマ人軍切っての忍びは抜け人となった。行く手に待ち受けていたのは手の同胞である追手との、血で血を洗う死闘を繰り返す日々であった。ま、俺は最強の刀村正を手に入れてるからな。追手など俺に勝てると思うか。あれ、これ普通に戦うの？普通に戦うな。十字切り。これ村正の力、大思い知れ。もう一撃。ん？何？3回攻撃できんな、すげえ。レベル上げた。この姿を見てもまだ切りかかってくるか。何これダメか。じゃあかまいたち一撃。もうこいつのことなんてさ、見つけたぞ。無視した方が良くないか。何人の忍びがやられているんだ。かまいたちで一人ずつ倒していこう。普通に強くなりすぎた。あの城に行ってゲー倒せねえ。あいつは瀕死だからこいつ。かまいたち。何？かまいたちは倒せねえんだけど。これあれか。やばい、手が使えなくなってしまった。毒斬り、殺人の術は。殺される。一応回復しとこう。カステイラ、これを。忍び入り、あれ雲の糸って手封じられるやつだっけ。手封じられた。じゃあ毒斬りでいいや。ミスってるし。これ後ろ狙えば忍び切り。許せ。これあれかな、死ぬまで続くっていうやつかな。そこまでだ。
これはお頭、お頭か、お頭自ら。よもやお前とし合うことになろうとはな。一体何がお前を。いや言うまい、忍びの掟に逆らった者の末路には死あるのみ。刺し違えてもお前を葬る。来いお頭。はやて、ちょバフでもかけとこうかな。天むすがあるから、ちょっと一回かまいたちで攻撃はしよう。遠距離ここは当たらん。近づかれる前になるべくダメージを稼ぐ。かまいたち、いいね。防御力下がるのはいいな。ヒット中だったからこれでエクスなんです。ミス当たらなければどうということはない。もう防御力低下が終わってるし。何何、かまいたち使ってくるか。かまいたち合戦だな。ギャ、かまいたち合戦になったら負けるんだけど。これを、いや無理だ、強すぎる。寝ろ。忍法無限長。寝てくれ。聞け、全体攻撃これで取りて。やられた。はやて強い。深く、親方様。何キャツが、やはり早すぎたか。まだ遠いか。これ普通に死んだことになってんだ。あの日の元の夜明け、親方様には抜け人になったことは知られていないか。お頭の優しさ。いやいや、おやおやおや。うたぐり深い御仁だ。信用できぬ。いや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 。さあ、からくり現代戦。まずはこいつらを倒さなきゃいけないから、エンマの札。不動の豪華。消えよ。現代のインテリジェンスお見せするでごじゃん。ここからかまいたち遠距離。いいね、これ防御下がるのがいいよな。これ当たるから繰り現代。あ、この位置でも当たるか。あと一発。現代に火をつけたでごじゃんな。直線からいくか。消えよかまいたち。素表皮経験値くれる。許せ。全敗。あんまり手に入んねえし。マイガー！バディが止まらないでござる。さよなら。細いや。でここで小判3枚入れて、全枚巻いて。カラクリマルで、こいつの人かまいたち行くか。マイ一撃。
経験値は期待しない。てか経験値持ってねえんだっけ。こやつついてくる。これこのまま前回落とし穴にはまって交番をぶっ壊れたかんな。これで外出れるっしょ。さあ先へ進もう。暴走した。ネズミが嫌いなのか。さよなら。君は十分役に立ったよ。さあそして。おお、ここまで来よったか。いやー、敵ながらあっぱれやっぱれ。ここまでたどり着いたくせ者は主が初めてじゃい。主を御敵として憎むより、この城の者たちの不甲斐なさを情けなく思うぞ。だがしかし、この窮地をいかにして切り抜ける。お出城切っての精鋭に八方を囲まれてはどうにもなるまい。さらにこの私の短筒は狙っておるんじゃからな。せい。な、何やつ。危ない危ない。さあ、カモ取りを。いくら腕利きの忍びとて、こいつの前ではお手上げじゃ。さっきはうまいこと当たっちくれたが、今度はどこに当たるかわしにもわからんぜよ。え、逃げてくんだ。囚われの男と合流した。結局仲間にはなるんだね。貴様、いつまでもあんなところで捕まっちゅうほどわしゃおとなしゅうないぜよ。くこのおでいを追い詰めたつもりじゃろうが、それはどうかな。イデオ武蔵、宮本武蔵。こっから武蔵と戦う流れは一緒かな。剣の腕で無差。いざ陳情に。ようやふと見事殺傷。さて、手裏剣は。そうか。いや微妙だな。見せてもらおう。どうつまみ返し。これもうどんどん攻撃していこう。でレジストかけられてもさ、かまいたちってどれくらい当たる？かまいたち。強い、普通に強いわ。うまい。どうする？カステーラを1個使ってやろう。任しちょけ。片付けない。
攻撃力が使った間に結局あと一撃で倒せんな。これ気を取り越えろ。さすが宮本の差し強い。たまるか。やばい、龍馬がやられた。お前の死は無駄にはしない。お前がヘイトを集めてくれたおかげで。ゲッ。ロックだったら一発は当たるでしょ、さすがに。もらった。見事じゃ。レベルは上がらんな。見事、よくぞこの武蔵を倒した。閻魔人軍機、うん、いいよ。これなんか拾えるんだっけ。壊れている。壊れてる。裏へ行こう。でこのまま進んで上に行く前に淀気味か。ここで対決か。王様の元へは行かさぬぞえ。ヨド君、お前もかまいたちの餌食となれ。しかもウィークじゃないか。完全なるカモだ。無駄なあがきよ。恨みの効果、これならどうじゃ。大した恨みではないな。ちょ待って、恨みだった。しかし回復どうすっかな。ボクシー一刀流で切るか。このわらわを怒らせる方が身のためぞ。冷たい手。何、しかも吸収されてる。239か。諦めて心のままに。色気、誘惑じゃなければ大丈夫。なんか変なのになってるけど。あとは北進一刀流切り伏せる。しわいにゃよくもよくもわらわを許し通せ。レベルは10にはならないかな、この調子だったら。さよなら。結局天草四郎は坂本龍馬にやられたのか。特に描写がないけど。お待ちになってください。腰元さん、先ほど助けていただいたお礼をしたいのですが、受け取ってもらえますか。受け取る。腰元の帯、頑張ってくださいね。でここでなんかずっと待ってるらしい。キャー、間違えちゃった。すみません、渡すのはこちらでした。印籠、頑張ってくださいね。よし頑張ろう。で印籠自体は無限使用、味方を回復させる飛躍が入っている。能力向上。帯って何、効果なし。物理防御が1上がる。特攻30上がるんだ。でもまあ使った方がいいでしょ、印籠は。オーデ、ここら辺イベント一緒かな。もうここまで来たと。スキップしよう。インをかまいたち、かまいたち楽しませてくれ。こいつもう銃持ってんのかな。撃ち落とされたけどさっき。やりおる。
こっから。さすが武蔵をやった腕前だ。に。銃って攻撃力そんな強くないよね。来なくてはな。許し通せ。経験値持ってないっけこいつ。で外か。さあ魔王編ではねだいぶ楽勝に倒したけど、かまいたちをやっとけばとりあえずいいかな。ガンマさ、魔王編より一文字長くねえか。この姿を見た者、生きて帰さ。一応北進刀流やるか。オッケー、当たんねえし。あ、弱点これだ、隠し射撃。あ、いいね。あとはこのまま。いいか。キャンセルしろ。危ないぜよ。ギャロギャロギャロ。マイ。さあこれもキャンセルして。いいね。完全にはめたわ。そして防御低下中の釜石155。34はいける。危ないぜよ。いけた。威嚇で倒した。ちょっとレベルが低いな。ただ9で倒しちゃったからね。まあしょうがない。それはいい加減にしちょけや。御社一人のこの日の本おまん、ええ目をしちゅうにゃ。おまんを見、どうやらわしには敵がこじゃんとおるようじゃ。力で戦わないかんとき、剣と刀、憎しみが堂々巡りするだけじゃ。おまんは無駄に人を切らん。これをもろうてくれんかや。わしらよりおまんがもちょいてくれた方がこいつも幸せじゃきに。むつ、なんだこりゃ。読めん。ゼロ人斬りの報酬ですね。こっから先は同じか。というわけで、まあとりあえず仕込みはこの2つでいいでしょう。あとは最終編やっていきたいと思います。では次回最終編からやっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。